本作の舞台の一つ、横浜です。19世紀幕末の時代、最初に国外に開かれた横浜では、和と洋が入り混じった独特の街並みが広がっています。主人公は鍵縄を使って屋根の上に登ったり、装置アビキルを使って高所から滑空し上空を移動することも可能です。攻撃やガードを駆使しながら敵の攻撃を石火で弾いて体勢を崩すことも可能です。敵の武器と相性の異流派を選ぶと戦いを有利に進めることができます。戦闘では日本刀や長槍以外にも海外からもたらされた短銃など様々な武器が使用できます。発明家である伊賀七と因縁を深めると様々なからくり装置を入手できます。トリビ砲は伊賀七が作ったからくりで、現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器です。トリビ砲や和洋折衷のアクションである銃剣など、西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば強敵にも打ち勝つことができるので、ぜひマスターしてください。幕末を生きる人物たちと紡いだ因縁が物語に大きく影響します。ぜひライズオブザ浪人で一人の浪人として運命を切り開いてください。ようやくネズミ捕りにかかったの。気持ちの揺れてない奴はついてこい。倒すも何も、幕府はもうとっくに死にてえなんで。